ローリーヒルズはアメリカ合衆国オレゴン州ポートランド都市圏に属する国勢調査指定地域。ワシントン郡南西の丘にあり、西でビーバートン、北でウェストスロープ、南でプログレスとガーデンホームにそれぞれ接する。2000年の国勢調査の時点における人口は5865人だった。オレゴン州道1 5号線とオレゴン州道210号線の 交差点付近に位置する。オレゴンディオグラフィックネームズによれば、ローリーヒルズの名称の由来は、この地域に住人であったローリー・ロビンソンである。ローリーと名付けられた郵便局がこの地に設立されたのは1892年4月のことであった。この郵便局は12年後に閉局した。サザンパシフィック鉄道のレッドエレクトリックラインは1914年にローリーに停留所を構えた。 この駅は、同ラインが1930年に廃業するまで稼働していた。1968年、ポートランド郵便局のローリー・ヒルズ支局が設立した。ワシントン軍とビーバートン氏の同意により、ローリー・ヒルズは2010年までにビーバートンに併合されることが予定されている。ローリー・ヒルズは、北緯5度29号、整形122度45、22日している。 アメリカ合衆国国勢調査局の調べによれば、ローリーヒルズの総面積は 4K 平方メートルで、その全域が陸地である。ビーバートンヒルズゲールハイウェイ沿いの商業地域以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人種別人口構成年齢別人口構成世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。